こんにちは、 UCC の村田美穂です。今回は5つのステップで覚えるペーパードリップの基礎です。ペーパードリップは初心者の方が一番始めやすい入れ方だと思いますので、ぜひ試していただきたいと思います。正しい入れ方をマスターすればいつものコーヒーが格段と美味しくなりますので、ぜひ試してみてくださいね。はい、それではステップ1、必要な器具を揃えるです。はい、ではまずですね、準備するのがこちらドリッパーです。そしてこちらサーバー、コーヒーの液体を受けるものですね。こちらペーパーフィルター、これはですねドリッパーの形に合ったものをお選びください。メジャースプーンと、こちらが細口のドリップポットです。そしてカップ&ソーサーですね、飲むものをご用意ください。そして何よりも大事なのがこちらのスケールですね、はかりです。使ってない方多いと思うんですけども、スケールがあるないで全然変わりますので、ぜひ準備いただきたいと思います。はい、続いてステップ2です。ステップ2ではですね、お湯を準備します。お湯はですね、沸騰したものではなくて少し落ち着いた程度ですね、約まあ95度ぐらいのお湯を準備してください。95度難しいと思いますので、このように、沸騰したお湯をドリップポットに移し替えるですね。このようにしていただくと、だいたい95度ぐらいまで温度が下がってくれますので、あまり沸騰したてのお湯をそのまま使わないようにしてください。はい、続いて器具を湯煎する。サーバーにドリッパーをセットして、ドリッパーの上からしっかりとお湯をかけてあげます。しっかりと器具を温めてあげることで、抽出時の油温を下げないということと、抽出されたコーヒーが冷めないようにするという効果があります。この一手間をするかしないかで随分味わいが変わりますので、ぜひやっていただきたいと思います。ではステップ3、ペーパーにコーヒーを入れるということです。ペーパーフィルターをドリッパーにセットしていくんですけれども、今回は台形の形のドリッパーを使用してますので、ペーパーフィルターは台形のものを使用していきます。はい、この台形のペーパーフィルターには2箇所圧着面がありますので、その圧着面に沿ってですね、互い違いに折り曲げていきます。まず下からね、折ります。そしてサイドをその反対側に折り曲げて、互い違いに折り曲げます。そしてしっかりと広げてあげる。でドリッパーにそばしてあげます。しっかりとフィットしたらコーヒー豆を入れていきます。スタンダードのカップを使用しますので、今日は 12g のコーヒー豆を使用していきます。ではコーヒーを量り入れていきます。量りをゼロにしてですね、 12g 量っていきます。12g 入りました。コーヒーを入れたらですね、ドリッパーの下の方を持ってですね、しっかりと揺らしてあげて平らにしてあげます。はい、続いてステップ4、コーヒーの粉を蒸らすです。はい、では蒸らしていきます。コーヒーの粉の中心部から外に向かってゆっくりと円を描いていきます。お湯は乗せるようにそっと注いでいきます。で下からですね、数滴コーヒーが落ちてくる程度が理想です。およそ20秒ほど待ちます。はい、続いてステップ5、お湯を注いで抽出をします。真ん中に小さな円を描いていって、お湯を注いでいきます。お湯はですね、足し算でさっき 20cc のお湯を注いだので、スケールでは100のところまでお湯を注ぎます。で100のところまで注いだら、上から
3分の1程度下がったところで次の 40cc を注いでいきます。140のところまで注いだら、今度は少しへこんだら次の 20cc を注ぎます。トータル160のお湯を今日は使っていきます。で、160cc のお湯を使ったらですね、少しコーヒーが水分を吸ってしまいますので、出来上がりが約 140cc となります。タップ&ソーさんのスタンダードのタイプがちょうど 140cc ですので、そちらのカップにぴったりです。では早速飲んでいきたいと思います。いただきます。ちゃんと美味しいです。はい、というわけで今回は5つのステップで覚えるペーパードリップの基礎でした。皆さんもぜひ挑戦してみてくださいね。今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録お願いします。次回もお楽しみに。